皆さん、サッカー見てますか？どうも、エアクラーター20です。今回はですね、ヨーロッパの中でも非常に多くの日本人の方が生活しているドイツ、デュッセルドルフまで観戦にやってまいりました。まるで現地でね、観戦してるような雰囲気味わってもらえるよう動画作ってますんで、よかったら最後まで見てってください。そしてこの動画気に入っていただけましたら、高評価、コメント、そしてチャンネル登録などでぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。で、今回のスタジアム、デュッセルドルフの中央駅から電車1本で終点まで乗るだけ、だいたい20分ぐらいですかね。終点まで乗ると、こういった大きいね、メッセ会場がたくさんある中に、これ見てください、こんな感じでドーンとスタジアムあります。もう降りてすぐ目の前がスタジアムなんですよ。なので、もうこの階段を登るだけですね。そしたらもうスタジアムの入り口なんで、なので僕も全く迷わずスタジアムまで行くことができました。今回のこのスタジアムはアクセスめちゃくちゃ良かったですけど、実際知らない街に行ってスタジアムまでの行き方わかんねえってなったら、まあ、あのユニフォーム着た現地サポについていくのがね、一番簡単かなと思います。さあ、試合開始の1時間半前になりましたので、スタジアム開場しました。入っていこうと思います。とりあえず最初少しだけファンショップ覗きまして、その後スタジアムグルメ紹介していこうと思います。直線がダメなら横の回転はどうじゃ。チームのメインカラーが赤なので、赤を基調としたグッズが結構置いてあるんですけど、まあこういう T シャツもあれば、そんなかっこよくないですけど、こういうパーカーとかもあったりして、でシャンプーとかも売ってて、で個人的にはチームのロゴの入ったコースターとかってすごいお土産にいいんじゃないかなって思ってて、あとはピンバッジですよね。いろんなチームの集めたら面白いかなって個人的には思ってます。マフラーもこんだけ充実してます。と、まあ簡単にファンショップの中ご紹介しました。もうお腹減ってきたんで、ちょっとソーセージ食べちゃおうかなって思います。もうケチャップとマスタードはね、こんな感じでも勝手に絞っててって感じですよね。そして僕が選んだのはこのクラカウアというソーセージ。もう外面パリパリに焼いてあって、非常に肉肉しい、めちゃくちゃうまかったっす。そしてやっぱなんか食べたらね、喉も渇くんで、デュッセルドルフの地ビールいただいちゃおうと思います。こちらはデュッセルドルフで最も古いアルトビールの醸造所シューマッハのビールです。味はですね、まあ、黒ビールと普通のビールの間ぐらいかなって感じで、まあ、飲んでるうちにね、結構美味しくなってくるんですよ、これが。で、飲み終わった後は忘れずまた売店にこのカップ持ってって、返金してもらいましょう。全然あの思い出として持って帰るのも OK です。それではスタンドの方入っていきたいと思います。こちらがフォルトナ・デュッセルドルフのホームスタジアム、メアクワシピールアレーナ。収容人数は5万4600人となっております。そしてこの会場、なんと来年のユーロ2024ドイツ大会の会場にもなってまして、5試合ここで試合が開催される予定になってます。はい、ということでやってきました、今日のお席。今回はですね、ブロック4の7列目15番の席で観戦しました。お値段が45ユーロ、だいたい6400円ぐらいなんですけど、メインスタンドのど真ん中なので、ピッチからめちゃめちゃ近いんですよ。なので、田中を応援したいよとか、アペルカンプシンター応援したいよ、近くで見たいよって人、この場所めちゃめちゃおすすめです。よかったらこの辺りの席狙ってみてください。さあ、フォルトナ・デュッセルドルフの選手たちがピッチに出てきました。2
2人の日本人の顔も確認できました。まあ、どっちか今日点決めてほしいですね。試合開始前、選手たちが入場してまいりました。一度カメラを止めて、僕も1分間黙祷を捧げたいと思います。
はい、今週もお別れの時間やってきてしまいました。いかがだったでしょうか。今回の観戦 Vlog in デュッセルドルフということでね、ブンデスリーガ2部といえどホームの試合では毎回3万人ほど集まるこのスタジアム、僕自身もかなり楽しめましたし、見ていただいた皆さんにもこの動画からその雰囲気伝われば非常に嬉しく思います。これからもどんどん改善を重ねてって、こういった動画いいものにしていきたいと思ってますので、皆さんよろしかったらコメント、高評価、チャンネル登録などで応援してください。よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。最後はですね、あまりにも露骨すぎるホームとアウェーコーチ陣のベンチの質、写真で比較しながらお別れしましょう。エアクラーター20でした。また次回のスタジアムでお会いしましょう。バイバイ。